川北さんが50代に向けて提案なさるとしたらどういうことなんだろう、うんうんうん、本来の肌をちょっとだけブラッシュアップしてる感じです。なるほどね。素肌が綺麗に見えるメイクってこういうことかって今思いましたよ。皆さんこんにちは、ヘアメイクの川北です。もう今日はね、すごすぎます。もうまさかまさか僕なんかのチャンネルに出ていただけるなんてね、思ってもいませんでした。もう世界のですからね、世界のスーパースターですよ。もう草刈民代さんです。お願いします。どうも、もうよろしくお願いします。嬉しいです。どうもいいですか、座って。もうどうぞどうぞどうぞこんなところに来ていただきまして、もう本当にありがとうございます。もうこんなすっぴんのままお化粧してもらおうと思ってね、本当にすっぴんから始めてくださいって。もう緊張しますよ。いやいやいや、もうまず、うん、なぜ私が川北さんにお化粧してもらいたいかお話ししていい、はい、あ、いいですいいですいいです、はい、うちの姪がね、はい、すごいね、はい、肌をきれいに見せるお化粧をする、はい、ヘアメイクの方がいて、はい、ぜひその人にお化粧してもらいたいって、もう化粧品が大好きな名がいてですね、はい、言われたんだけど、嬉しいですね。あのほらネットで写真を見せてもらったら、はい、若い人ばっかりだったんで関係ないと思ってたのね。そうですよね、わかります。若い人たちのお化粧なのかと思ってた。なるほど。で、年寄りには関係ないと思ってたのね、はい、なんだけど、うん、私はたまたまこの&B のこういうね、はい、このそうですね、はい、こういうのを、お店で見て、はい、あら、これはいいかもしれないと、はい、じっくり説明の文章とか読んだりとかして怖い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 、ちょっと使ってみたいなと思って、はい、で、実際にやってみたら、はい、なんかこれ雑誌でね、うん、見るような若い人のこのツヤ感とか、はいはい、いや、そういうことが自分でもできるんだと思って。そうです、簡単にできるんです。お化粧って化けるっていう字を使うけど、はい、化けるっていうよりもなんか自分のそのものを生かしたお化粧みたいな。あ、そうです。そういうコンセプトがすごくよく分かって、うん、あ、嬉しいです。で、今、はい、50代の私が、はい、じゃあ自分の、うん、顔を、今の顔を生かすっていうのはどういうことなんだろうと。で、まあ、50代の方はあんまりお化粧なさってない。そうなんですよ。なので、したいんですけど、川北さんが50代に向けて提案なさるとしたらどういうことなんだろうということで、うんうんうん、なるほど、わかりました。もうちょっとこっちから連絡したんです。で、今スキンケア終わってるんですけど、一、うん、回ちょっと眉のあたりとかちょっとティッシュオフしておきます、はい、これメイク前って、うん、あのちょっとこうなんて言うんだろう、油っぽいと少しこう滑っちゃうんですね、うん、アイメイクとかっていうのが、うんうんうん、で、あのやり直すとちょっと汚くなってくるんで一発で決めたいじゃないですか、うんうんうん、油分が多かったら一回ティッシュオフっていうのを覚えておいてもらうと、うん、あのメイクではすごく有効ですので、はい、日中ね、あのテカリにくいというかね、うん、あの油分をコントロールしやすいので、うん、このベースをまず今日使っていきます。これ SPF25 です、はい、もう5点置きです。もうさささっと、もうテカらせればいいってわけじゃないですか。ないんです、ないんですないんです、コントロールしていかないとダメなんですよ。なるほど、はい、でこれをもうバーッと全体に広げていってください、はい、全部が全部テカってればいいっていうわけでは本当に全くなくて、うんうん、しっかりとコントロールして、どこにツヤ、どこにマットな感じがあるかとかいうことも大事になってきます。このクマのところどうしてもね青くなりますから、うん、人間の骨格上ここは青くなるのは当然なので、うんうん、でその下にベージュを入れていきますね、はいはい、であとアラがある、まあ、いわゆる鼻の小鼻とか赤みが出やすいですから、うん、こういうとこですね。あとこの辺です、顎ですね、はい、で口角、はい、でちょっと気になるなっていうところ自分であったらトントンと入れていきます、はい、でハイライト、ここはおでこを高く見せたいんで、うん、はい、ここ高く見せることすごく大事です。で草刈さん、この目元のところは僕オレンジのせます、ちょっと。へー、はい、ここはオレンジ、はい、目元オレンジと覚えてください、はい、であとはこれをもうバッと広げます、うん、もう本当に簡単に。私なんか目もすごいくぼんでるし、はい、でもやっぱりこういうふうに、まあ、私はちょっと極端ですけど、はい、ちょっと目もほらこう脂肪も落ちてくぼんできたりするでしょ、うんうん、そういう時はオレンジ、うん、オレンジがいいです、はい、そこまではほら書いてなかったの今まで読んだものに。すいませんでした50代向けの説明までないからすいませんすいませんでした。でこのままシェーディングですよね、はい、この脇はちょっとシェーディングで締めてあげて、うん、で顎のところですね、ここですね、はい、ここも締めてあげる、はい、これすごく大事です、うん、これ入れとくと、もう顔がシュッとしますんで、はい、もうこれだけですけど結構違ってくる、きますんで、うんうん、
どうでしょう、どうでしょう。いや、肌が本当に綺麗に見えるね。フレッシュですよね、うんうん、なんかすごくこう塗りつぶすって感じじゃなくて、うんうんうん、本来の肌をちょっとだけブラッシュアップしてる感じです。で、ハイライトはここです。目の下、はい、三角、はい、三角のところにふわっと入れてあげます、はい、ここだけです。ちょっとほうれい線かぶせます、少しだけ、はい、草刈さんの顔的にここがへこむなと思ったら、うん、こっち側から今度ハイライトポンポンとまた軽くのせるんですね。あ、はい、すると持ち上げてくれます、へこむな。ちょっとだけポン、丸くなるね。丸くなります。へえ、こうちょっとこう丸い、うん、ちょっと昔の感じの顔の輪郭みたいなパンとしますよね、うん、はい、するといいですよね、うん、だから全部にこうツヤツヤにするんではなくて、うん、色をカバーして、色ムラをカバーして、くすみをカバーしてツヤを与えると、うん、こういう感じに簡単に、なんかいい感じじゃないですか。ここまで来たら今度目元にこのハイライトを、はい、ここさっき落ち込むっておっしゃってましたよね。あ、まぶたにね、はい、ここに入れておきます、はい、ここ落ち込むんですもんね、うんうん、落ち込むんだったらここにベースにして入れちゃいます。うーん、どうですか、今これだけでも多分ちょっと明るく見えると思います。見えます、はい、見えます。これなんですよね、大事なの、ここまでシャドウもちろんかぶさないですし、うん、あれなんですけど、ここ明るくしといたけど、このへこんでるところですね、うんうんうん、上じゃないです、うん、よくセオリーではここですよね、眉毛のここですよね、はいはい、僕入れてるのはここです、ここが大事です、はいはい、へこんでるところに入れると、うん、はい、立ってるとこ高いところに入れちゃうとチークも一緒なんですけど、高いところばっかり発色するんで、うんうんうん、ここに入れるとバーンとなるでしょ。だからこの下に入れてあげることによって、うん、あのこのくぼんでるのが気になるんだったらそこは綺麗に見えるはずなんですよ。うーん、なるほど、うん、眉毛のところですね、はい、ここちょっと抑えます、今度パウダーです、これは、はい、ここマットですね、ちょっと、はいはい、あ、目の上ね、はい、で T ゾーンもあんまり手からしたくないですよね、うん、さーっとここ、私なんか T ゾーンまで手からせちゃってたな今まで。あ、本当ですか、うん、いやそれでも綺麗だと思います、全然、うん、なんですけどこのツヤがもっといきません、ちょっとどうですか、顔も。そうね、うん、うんうん、はい、ほっぺたがね、はい、これを今度は目の際からすっと入れていきます、はい、ハイライトが上にあるんで上にグーッといったとしても、うん、くぼみは気にならないんですよ、くぼみまでいかないんで、あ、はい、っていう感じです。でこのままもう一回一緒ですね、軽く入れていきます、ブラウン系入れました、はい、これクリーム系入れたんですけど、ここで、まあ、もちろんこれで終わってもいいんですけども、ここから今度アイシャドウパレットいきます、はいはい、でこの明るい色ありますよね、はい、これをさっき入れたハイライトのとこありましたよね、ここにさっと先に入れます、はい、でいきます、この色使います、はい、草刈さんこういうのは使う、使います、使います、使う、うん、あ、よかった、はい、こういうちょっとオレンジっぽい、うん、はい、こういう色なんですけども、こういう色を重ねていきます。で、この時はあんまり上の方に持っていかないように、はいはい、際の方に入れていきます。で、次は締め色ですね。このブラウンのこの締め色、はい、これちょっと僕は混ぜます基本的に、はいはい。で、混ぜてラインっぽく入れます。ここでもうラインっぽく入れちゃえば、もう簡単にこの後どうやってもうまくいきます。はい。で少しだけまつげ1本分ポンと足すぐらいな感じですね、少しだけ跳ねます、はいはい、もうほとんどこれでできたようなもんなんですよね、これであとはラインをどうするかなんですよ、うん、今日ちょっとボルドーを引いてみます、はい、ボルドーとかも難しいのかなと思って、いや際なんで全然平気です、うん、皆さんも見たいと思います、このボルドー、これどうでしょう、今のお顔どうですか。あ、なんかでも全然違う雰囲気ですよね、うん、でもちょっとこういう風に引くとちょっとこう可愛い雰囲気になるんですか、ね、なります、なります、可愛いですし、目がなんていうの、うん、いつもほら私もバレリーナだったから余計にこうお化粧するとシューってやりたくなる、ラインシューですよね、そうでラインシューにしたかったんですけど、確かにそれ、ね、バレーのあのイメージがあったんで、うんうん、あのラインシューはやめたんですけど、ちょっとこの色のアクセントだけはちょっとねつけたいなと思って、でもすごい新鮮、はい、今日
今日は軽く埋めます、はい、ね、大きいですもんね、ここでね、軽く本当に際に入れるって、はい、際です、安心ですよね、高井さんの性格だともう全部塗るってなると思うんですけど、あの鏡を見て映ってるな、白いとこ映ってるかなと思うとこだけで十分いいかなと思います。あ、なるほどね、はい、こういうところね、はい、キワとかいうのは、うん、もう見えてるとこだけ、うん、で見えてないところはもうそのままでもうさっとぼかしてるだけで十分いけると思います。うわ、綺麗、あ、いいじゃないですか、はい、すごい新鮮な感じですよね、うん、でもこれだけでも目もパチッと見える。そうなんです。でマスカラ、うんうん、ぜひこれご自身でやっていただきたいんですけど、はい、でこれでちょっと上げるぞみたいな感じです、うん、このね、なんていうんだろうな、ビューラーをしないっていうのもね、これぜひ覚えていただきたい。色っぽいんですよ、その方がちょっと伏せ目になって、うん、あの黒目にさえかぶってなければ色っぽさが出ます。へ、はい、特に40代50代の方はその色気がもう僕はちょっとね、大人のこうなんていうんだろう、余裕みたいな感じで、うん、素敵なんじゃないかと思ってるんですけど、これどうですか、草川さんご自身で感じていただいて、もう十分ですよね、バッチリ見える、はい、目がバッチリしてる。そうなんです、黒がちょっとはっきりしてくるぞと。では眉毛いきます。もう眉毛もさ、うん、こうやってこうなんかアーチね、そう、わかります、もう栄光の架け橋のようなアーチを書いてました僕も。いや、それで、はい、川北さんの本を見て、はい、あのここをまっすぐです、はいはい、それで嘘と思って、だってやっぱ上にアクセントだからポイントを置いてた、はいはい、やっちゃいけないことやってたんだなと思って。やっぱり僕らの時代はこうでしたから、うんうんうん、昔は、うん、でも今は、うん、この目と眉毛の距離を縮めてあげた方がよくて、うんうん、ここちょっと足してあげるんですよ、この下、うん、ここです、ここ下書きします、まず、はい、まずはここの筋肉も、うん、坂井さんここちょっと上がりやすいんですね、うんうんうん、はい、この筋肉上がるってことだけ理解しておいてくださいね、はいはいはい、で、うん、今下書き入れてます、うん、この下書きが大事です。で上がるから、うん、どっちかというとこう45度僕はこう下げて下げて下げる印象をこうつけます、まず、まっすぐ引きましたね、まずね、ま、うん、っすぐ引いたらこのまま下げるんです、下げて45度下げてください、45度上げるのが、うん、上げて書きましょうがセオリーだったと思うんですけど、うん、今違うんですよ、これを45度逆にこう下げて書いてあげれば、こうやって下がります、これが大事です。一回も上げたラインの書き方してないですよね、うんうんうん、こういう書き方、はい、これが大事です。ここをちょっとボリュームにしてあげるとすごくフレッシュな顔になると思います。どうですか、これ眉毛大事です、全然違うね、なかなか自分じゃ描けなかった、はい、でまだ上がるなと思ったらもう一回調整します。ここもだからもう自分のパーツと筋肉と対話です、もう多分一番草刈さんの得意なところですもう対話です、はい、で前頭から同じ感じでドンと描いちゃうと描きましたになるんですけど、今前頭結構僕抜いてますよね、うん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 、軽くにしてます。でもし前頭もうちょっと欲しいってなればこれ下書きの薄いやつでいいので、うん、サッサッサッとこうやって描いていく、ここがポイントです、このグラデーション、うん、はい、うん、これをちゃんとやっとけば眉毛描きましたって感じにならないです。でこっち側だけ顔がはっきりしてるもんね、はい、これ目から下は一緒なのに、これは綺麗なんじゃないでしょうか、うん、ね、いや、ね、すごい。で描きましたにさらにしないために今度もう少し毛の眉毛の、うん、毛の方ですね、うん、のコントロールしたいんで、これはまだ上がると、上がりやすいってこと分かったらちょっとこれこの眉山ですね、うん、眉山の毛をちょっと下げます。どうでしょう、全然違う、綺麗じゃないですか、やっぱり眉毛がこうやって描け、やなんかすごいね、やっぱり立体的になって、このおでこからここまでがそうですね、つながってて、はい、でこっか、そうなんです、これを覚えるだけです、もう簡単ね、なんかこう眉毛下げちゃダメっていう風に習いましたもんね、うん、僕も習いました、そうやってね、はい、違うんですよ、どうでしょう、全然違うわはい、そうなんですよ、で下ちょっと足しました、はい、もうこれブランケ、これ暖色系ですね、はい、で少しだけオーバーにかけます、
はい、であとうんみたいな、はい、いいんじゃないですか、ほら、はい、一気に綺麗に。あ、でもなんかさ、素肌が綺麗に見えるメイクってこういうことかって今思いましたよ。本当ですか、うん、あ、嬉しい嬉しい嬉しい。なんかさ、肌の質感が目立つね。あ、そうですね、あのお化粧をどうするっていうよりも、うん、肌が目立つ。この人は肌が綺麗みたいな感じだと思うんですよね、うんうん、なるほどね。いやー、すごい。まだ洋服が違ったら違うメイクだったと思うんですけど、今日はこのかっこいいちょっとマニッシュな感じで、うんうん、こうちょっと黒いのがねかっこよかったので、うんうん、そのシャープ感を生かしたいなと思って。いやー、でも眉毛で印象全然変わります、変わりますね本当に、うん、でもそのご自身の眉を生かしてるだけなんですよ、僕、はい、だってさ、目だってそんなに描いてないから、うん、ねえもう今まで私もクーッ何やってたのみたいな。こういう日があるとまたそれが良かったりもするじゃないですか、うん、その日も楽しい、こっちも楽しいから、うんうんうん、これがメイクの楽しさだと思うんで。いやでもやっぱこれが若返ったっていうんじゃなくて、うん、可愛く見えるという、うんうん、その差って、うん、なかなか自分だと、うん、こうなんていうの、え、若返ったみたいな感じになって、うん、やっぱりそれもなんていうの、年齢の刷り込みみたいなもんね。そうです、そんなのいらないんですよ。いや、それがなかなか外せない、ね、いや、外してくださいそれもうね、うん、もう年齢を言わなくていいと思います。関係ないんで年齢はもういかにこう人生楽しめるかっていうか、うん、メイクを楽しめるかっていうことが大きいことなので、うんうん、楽しんだもん勝ちだと思う、うん、いやでもね、素晴らしいもんやっぱり。いや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 、素晴らしい、素晴らしいと思った。皆さんぜひ参考にしていただければと思います。うん、もう今回のゲスト、草刈民代さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。このまま上からラインをこう重ねると。めっちゃいいやん。おー。なんか女子会やからこそできるメイクですね。そう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 。もうたくさんのメイクを皆さんに見ていただこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。